今も厳しい状況が続いている東京電力福島第一原子力発電所、その現場で日々作業に当たられている方にお越しいただきました。今日はジャーナリストの綿井武春さんとともにお話を伺いたいと思います。綿井さん、そして、T さん、よろしくお願いいたします。綿井さん、今日来ていただいた方をちょっと改めてご紹介いただきたいんですけど、はい、本当こうやってちょっとついたてを立てて皆さんにご紹介、せざるを得ないのは、本当残念なんですけど、これが今の多分原発のお作業に当たられている方の、置かれている状況でもあると思うので、ぜひ今日はちょっと声だけになりますけれども、ぜひ聞いていただきたいと思ってお招きしました。今日は T さんと呼ばせていただきますが、はい、T さんは、今20代の方なんですけれども、福島第一原発がある大熊町の出身で、震災が起きる3月11日以前から、第一原発でずっと働いていらっしゃった方です。震災が起きた当日も第一原発の中にいらっしゃいました。で、今現在ももう3ヶ月経ちましたが、今現在も福島第一原発で働いていらっしゃいます。高校卒業されてからずっと原子力発電所で働いて、ちょっと地震の後お休みというか、避難されていたわけですけれども、再び今ずっと仕事をなさっていると。この3ヶ月、振り返るというか、まずこうどういうふうにこの作業というか日々の仕事を感じてらっしゃいますか？本当に一言で言うのは難しいと思うんですけれども。この3ヶ月間、まさに、日本そして世界の原子力史上、例のないような、まさに史上最悪のチェルノブイリ原子力発電所の、事故と並ぶような事故になってしまった、この、福島第一原子力発電所の事象に携わったわけですが、一言で、どのような場所でそして事故が起きた3月11日からこの3ヶ月間、まさにどのようなものだったのか、一言で表すなら、まさに戦争です。まさに場所は、核戦争をやっているような場所、それが私の、心の中の、一言で言う感想です。戦争、私たちこう普通に報道を見てますと、中 の、その皆さんの動きっていうのはなかなかこう捉えられないわけですね。それからその建屋の崩壊なんかもあったり、あるいは今になってこうメルトダウンが分かったりっていうことで、中にいらっしゃる方はその発表される事象と中にいながらの作業のこうギャップとか、あるいはその中で何かこうそこら辺どういうふうに感じてらっしゃるんでしょうか。その多分戦争っていう感じはお聞きしてなるほどと思ったんですけれども、なかなかこう町の人たちはもう今普通にこう生活してるわけですから、非常にそこのところも離れてしまってるのかなと思うんですけれども、東京の街並みの中を見てまず思ったことは、果たしてあの地震が本当にあったのだろうか。正直言い訳あたりでもあの地震の爪痕はあります。そして他の町、南相馬もそうですし、そしてもっと北の陸前高田もそうだし、南三陸なんかも町ごとなくなってしまったところなんかは未だに深い爪痕があります。しかしやはり東京に来て思ったのは、全くあの地震がなかったかのように皆さん普通の生活をしておられる、それに対してですね、果たして、そうですね、そういった人たちにもまさに電力の使っているこの東京の電力を基盤を支えていたのが、我々が作り出していた電気というものもありますし、そしてそういったものたちに、こういった首都圏の電気を安定供給するために我々が働いていたのもまだ事実です。そしてそういった首都圏の電気を支えるために、非常に言い方は悪いですが、地方が犠牲になって、そして発電所を立地し、そしてまた、それだけではなく、そして発電所が立地したことにより我々地方のものが、当然仕事も、与えられましたし、そして東京電力から町に対する、保証金ではという形ではないですが、そういったお金もおりますし、いろいろな体育館であったり役場であったり、そういったものが新しいものが建てられたり、いろいろな、地方としてもうまみがあったのもまた事実です。そういった複雑なものがあり、そういった、そしてまたそういったものが複雑に絡み合っているというような現実を再び覚えながら、
何とも言えないような気持ちで東京を歩いていました。あの T さんご自身は、被爆ということで言うと、まあ、今日こういうふうにあの東京電力があの外部被爆線量と内部被爆線量をガス探知というのを、まあ、発表して、今回、まあ、この中に T さんのものも、まあ、含まれていると思うんですけれども、あの結果はどんなふうに、あのどういう数字か教えていただければと思いますし、どのように捉えられているか、ちょっとどのあたりの数字か指であのどこに入っているかを指しし大体でいいんで指し示していただければと思います。具体的な数値は言いませんが、大まかに言うと10ミリ以上から50ミリ以下、ここのですね、まあ、そこら辺のどれかに入っていると思っていただければ結構です。それは外部と内部と両方合わせた数字ですね。で、内部被爆だけに関していくと、まあ、今一番こう問題になっていると思うんですが、内部被爆でいくと大体どのあたりですか。内部被爆でいうと非常に少なかったので、20以下だと思っていただければ大体、はい。これはあのその事故直後には現場を離れていたからっていうことでのその内部被爆は低い結果が出たというふうに想像できるんでしょうか。それもありますが、非常に問題になっている、問題になっていたこと、そして私が確実に守ったルールとしてですが、マスクを絶対に外さなかった。マスクを外すと、まさにそのまま空気を吸い込んでしまう。それによって内部に取り込む可能性というのは非常に高くなってしまう。ということは外してしまう人がいるっていうことなんですか。そうですね、はい。特にマスクをあまりつけた経験がないような作業員、初めて発電所で働くような人、そして初めてマスクをつけてしまうような人というのは、特に放射線というものは目に見えません。そして放射性物質も目に見えないようなものだったのです。そしてそういったもので、例えば、もしこれが毒ガスであれば、匂いがわかります。そうすれば、鼻をつくような匂いで、マスクを誰も外すことはないかもしれません。そういった直接的な恐怖がないために、苦しさでマスクを少しの間外してしまったり、マスクを外して汗を拭ってしまうような作業、そういったものが絶えずにいたというものは話は聞いたことがあります。なるほど、そういうあのことがあるわけでね、自らその見えないからやっぱりちょっと暑いからちょっと取ってしまうっていうような、うん、そういったものがわずかな時間というものが命取りになった人もいるのかもしれません、うん、周りでまあ、50や100ミリシーベルトぐらいまで行ってらっしゃる多分同僚の方とかもいらっしゃると思うんですけど、今その原発の敷地内で作業されている方はですね、まあ、こう今頃になってようやく内部被曝のことが話題になってますけど、こうご自身の体の心配とか将来のことっていうのはやっぱり頻繁に話はされますか。はい、そうですね、そういったことも非常にこれはナーバスな話題になってしまうために、誰もが好んでしたい話題ではないです、うん、ただしやはりこういったものを例えばニュースなんかで流れたりすると、こういったものを話題にしたりすることもありますし、それでも、果たしてこれの発表が早かったのと遅かったどうだと、果たしてそれが、どういうことになるんだろうかとか、そういったことはなりますが、自分の体の健康にどういう影響が出るかとか、そういったことを、そういったことは誰しも口にしたいわけではないと思います。そのためにもしかしたら不安になってしまうんじゃないか、果たして何年生きられるんだろうか、そういったことを語る人はあまりいません。というよりも語りたくないというのが正直なところだと私は思います。あのよく東京電力がですね、あの、まあ、今日も会見で配られた資料でですね、その250ミリシーベルト超えた方が出て、でその方たちについては健康診断の結果、健康への影響はないということが確認されておりますと、まあ、これいつもよく出てきますので、これ僕も今日ちょっと驚いたんですが、250ミリシーベルトを超えたとされる方はじゃあ今どうしてるんですかっていう質問が出たんですけど、あの第二原発の方に移って、今も働いていらっしゃいますという言い方だったんですよね。で、あるいは100ミリシーベルトを超えた場合は、あのその場合は免震棟、第一原発の免震棟の中で移って働いているっていうことなんですけど、こういうあの休ましたりとかですねされずにそのまま作業を、ああいう放射線量が高い
まあ、エリアで続けてるっていうこと自体が僕はちょっと非常に問題だと思ったんですけど、そういうケアとかなんていうんですかね、こう東京電力の人側っていうのは皆さんの本当に健康のことをちゃんと考えているんだろうかというのがいつも疑問に思うんですけど、その辺どう思いますか。そうですね、こういう高被曝作業で本当に高い被曝をしてしまった人たち、こういった人たちを、まあ、ニーフの方で働いていただいてたり、そして、まあ、100を超えた方なんかは、免疫等の中での作業、表の方で作業していけないと、そういった形になっていると思うんですが、まあ、基本的にそういった方は多分、東京電力の社員とかメインとなっていると思います。ただやはり、いかんせん、彼らも、大変な被曝をして、そして、復帰作業に当たられていると思うので、そういった方々を果たして、まあ、これは本人が希望して、た場合というものは除くとは思うんですが、配属たすきとしてやはり、そういったまさに最前線に近いような場所であれ、多少の汚染がある可能性があると言われている福島第二であったり、まあそこも、もう一つの最前線と言いますので、そういったところで作業に当たらせるのは果たしてどうかなというのは私も思ったりはします。実際半年先1年先を見越した時に、まあ、こうやってどんどん線量が高くなっていくと、やはり作業に実際に当たることができる人っていうのは、まあ、いわば少なくなっていってですね、本当に作業にこういう高い放射線量で作業に当たれる人が果たして保てるのかどうかということは、あの周りで心配とか不安とかは出てませんか。まず人員を温存しなくてはいけません。現在の高被曝作業なんかは、人員を温存するために、そうすると、非常に、テクニカルな作業ができる人員が現在の作業に当たってしまうと、そういった人たちが戦線離脱をせざるを得なくなってしまう。そうすると、5年後、10年後先、そういった人たちは作業に当たることができる。そのために、現在、日本全国で原子力発電所に対する求人活動が行われています。その中でも記憶に非常に残っているものは、やはり鎌ヶ崎の方で行われて、そして、実際は女川の方に配属されると言っていたものも、実際その配属先は福島第一での、瓦礫撤去作業だったという、そういったようなことがありますが、まさに、話によれば最近鎌ヶ崎や三谷のところでは、求人活動はほとんど原子力発電所での対する、求人活動というのはほとんど行っていなかったというような話は聞いております。それが今回行われるようなことになったということは、本当に人材が足りなくなってきている、そして本当に高被曝作業をするような人材が必要になってきている、まさにそういう状態だと言えると思います。それは例えば働いていて、例えば高線量の3号機周辺の瓦礫撤去とか、そういうところに、まあ、これまで原発で働いていたベテランと言えるような、まあ、その例えばその、下請けであっても、まあ、正社員とかっていうような、そういったその作業員じゃない方が入ってるなっていう感じは現場では あるんですか。そうですね、おそらくそれほど、まさに初めて来るような人だったり、そして、あまり慣れてるような人員ではなかったり、初めて見るような顔であったり、そして会社自体が、初めて聞く名前の会社なんかも来ていたりします。で、そしてそういった人たちが高被曝作業の中に当たる、いると思いますので、そういった人たちは逆に言えば、先ほども言いましたように、発電所の外の自らがもともとやっていた仕事に戻れば、放射線量というものはとら、われずにもともとの仕事をすればいいだけですので、今後は、自らの体に出てくるような影響を注視すればいいだけなので、あまり今後の人生においては、放射線のことを考えずに作業できると言えると思います。まあ、今こう環境もだいぶ、まあ、整ってきたとは言いますけれども、まあ、これから夏にもなりますし、一番、まあ、今後もう心配されるというか、まあ、ご自身自身もですね、まあ、作業していくという中で、こう何が一番やはりこう心配というか、ご自身の中ではこれからの心配事っていうとどういう点になりますか。これから7月、8月、9月になっていきます。そして私は最も恐れていて、もうこの受賞、これは既に起きてしまったんですが、熱中症による死者が出るんじゃないか、死
しかもそれが1人2人ではなくもっとたくさん出てくるんじゃないか、うん、そういったことを私は恐れてます。正直非常に暑いので、初めて発電所に来て、そして初めてマスクをつけて作業するような人がまた亡くなる人が出てしまうんじゃないか、自分の体の体力の限界を知らずに余裕してしまい倒れてしまう人がたくさん出てくるんじゃないか、そういったものを非常に恐れています。そしてクールベストというものであったり、熱中症対策に例えば、スポーツ飲料水を、東京電力も無料で配布していたり、熱中症対策のための雨を配布していたり、いろんな対策をしていますが、それ以上に今以上にいろいろな対策をしなくてはいけないと思います。炎天下、まさに7、8、9月の、しかも屋内でのまさにフル装備での全面マスクをつけた状態での作業、まさに史上例を見えないような環境にこれからこの夏我々はさされようとしています。ちょっと別の話題なんですが、6月の11日に震災から3ヶ月のところで全国各地で、反原発のデモが、行われました。東京でもたくさんの人が集まって、福島県内でも行われたと思うんですけど、ああいったこう反原発デモというのを、テレビやニュースでご覧になっていて、Tさんご自身はどういう思いで、見ていらっしゃいましたか？まずですね、私は、原発は推進派です。なぜなら私自身は最初働いていますので、私が、反原発をしてしまうと自らの職業を失ってしまうことになりますので、原子力発電には、賛成しなせざるを得ない、こういった立場ではあります。しかしですね、こういった日本各地でそういった反原発でも、行われているのもニュースでも見ましたし、そういったことを考えますと、そういった考えをする方がたくさん出てくる、そしてそういったデモを行われるのは当たり前ではないかと、実際そういった悲惨な事象が起きてしまって、そしていろんな人たちに、まさに東京でもホットスポットが確認され、そしていろいろなまさに関係のない飯舘村でも人が住めなくなったり、いろいろなまさに関係のないような場所の人たちまで被害を被るようになってしまって、そしてそういった人たちの動きを受け、そして原子力発電はやめた方がいい、原子力発電をなくせ、原子力発電所を作る、そういった声が、生にいてる人から上がるというのはこれは致し方がないと、そして、そういった人たちのまさに行動というのもこの現状を何とかしたい、まさにそれは我々が発電所に行って地震を止めたい、そういった考えと同じなのではないでしょうか。まさにこの現状を何とかしたい、そしてそういった動きがまさにああいうデモという形で反原発デモを行う、そういったものは、何かをしたいという考えでは、彼らの行動が現れたとしてもそれは、当たり前のではないかと私は思います。そしてそういったものも、当然理解しなくてはいけないし、そしてそういったものも踏まえて今後の原子力政策、そして原子力発電がどうあるべきなのか、そして原子力発電を続けるのかどうか、そしてもし続けるならこのまま続けて果たしていいのだろうか、そしてこのまま続けたとしても本当に安全なのだろうか、そういったものも深く考えて今後の原子力というものを国であれ、地方自治体であれ、国民であれ、電力事業者であれ、そして我々作業員であれ、いろんな人が議論を続けていかなくてはいけないと思います。一過性のものにしてしまっては絶対にいけないと思います。この原子力発電の問題というものは全ての発電所がなくなり廃炉完了になって、本当にあそこが何もないところにならない限りは終わらない問題だと思います。それだけでなく、あの発電所で生み出されたいろいろな廃空捨てあり使用済み燃料というものは何百年、何千年、何万年と残るものであります。そういったものがある限りは原子力というものはなくなりません。そのため、そういったものを忘れないためにもこういった議論を長年ずっと続けていかなくてはならないものだと私は思います。今日こちらに来ていただいて、これまでその一番最初の3月16日からたびたびいろんなことをお話ししてくださってるんですけれども、今このような形で式をしてですね、皆さんには
こう分からない形でお話しいただいてます。で、あのジャーナリストの中にはあの作業員の方のね、お話を直接その記者会見含めて何かこうオープンな形でできないかとか、そのつまりこう、名前と顔を伏せる形じゃなくてもっと現実の話を聞きたいという声もあります。であの、まあ、T さんはこういう形で匿名で出てくださってるんですけれども、まあ、こういったあの、まあ、出てくださる理由と、あるいはその今そういうふうに直接話せない現状についてどういうふうに今お考えなのか教えていただけますか。まずですね、トキデルの会見だけではまず作業員たちの顔も見えない。確かに、彼らが発表しているのはいろんなことを発表してくれています。しかしそれは客観的なものです。中で本当に働いている人たちの声が聞こえてくるわけでもないし、まさにそのああいったものでは一体とあれやつらはあの白い格好をしたやつらは何を考えているのかな、果たして中で働いているやつはどんなことを考えながら働いているんだ、そういったものは一切伝わってきません。そういった生の声を伝えるためにも誰かがメディアに出なくて、そういったものは考えたことはあります。そしてそういった者たち人の生の声を伝えることによって、先ほども言いました海外の、まさにメーカー、海外の政府、そういったものがどこかで動いてくれるかもしれません。そしてそういったもので、あの事象の何かの手助けになるかもしれません。そういったものを考えたこともあり、こういった形で、いろいろなお話をさせていただいております。さらには、我々がこういった姿を形を隠して、お話をさせていただかなくてはいけない件、こういったものについてはまさにこれが今までの原子力というものの暗さ、閉鎖、そして何と言ったらいいんでしょうか、まさに原子力というものはよくわからない恐ろしいものなんじゃないかというような、ようやく今回のトラブルで原子力というものが光の当たる場所に出てきたというのは間違いないと私は考えております。そしてこういった暗さが今まで原子力というものの、闇につながっていたんじゃないかと、そういったものも考えたりはします、うん、はい、あの本当に 今この事件があって原子力に逆に光が当たってっていう意味では、確かにあの初めて議論ができるようになったり、あるいは作業員の方の話を直接多くの人が聞くことになったっていう意味では、すごくこう皮肉な現実でもあるんですけれども、まあ、でも逆にこういうふうに話していただけるからこそ多くの、まあ、人たちが現実を知ることができるわけで、そういった意味では本当に今日はあのわざわざ東京までお越しいただいてお話ししてくださって本当に ありがとうございます。本当にありがとうございました。ぜひ定期的に月おきぐらいですね、あの最新報告をこれから続けたいというふうに思っています。あのまたよろしくお願いいたします。